原爆投下後に降った放射性物質を含む黒い雨をめぐり、国の新たな認定基準に基づき、この1年間で県内では新たに3,760人余りが被爆者と認められたことが分かりました。原爆投下直後に降った黒い雨を浴びた人を救済するため、去年4月国は認定基準を拡大しました。黒い雨を浴びた可能性が否定できず、癌や 白内障など十一種類の病気のいずれかを患っているか。白内障の手術歴がある人も新たに被爆者と認定し。被爆者健康手帳を交付するものです。広島市と県によると、先月末までの申請数は四千六百九十六件。審査を経て、県内では三千七百六十三人が新たに被爆者と認定されました。このうち四人は在外被爆者で。